サモトラキの紋章サモトラキの港サモトラキ島は、エーゲ海北東部に位置するギリシャ領の島。行政上は、東マケドニアトラキア地方へブロス県に含まれ、ギリシャ領トラキアの南端にあたる。サモトラケ島とも呼ばれ、サモトラケの二傑像の発掘地として知られる。古典ギリシア語では、サモトライ系と呼ばれた。サモトラア系、サモトラ系などとも転記される。 トルコ語では、セマーディレキと呼ばれる。ギリシャトルコ国境のわずか数キロの西方の海に浮かぶ。島最長部で17キロメートル、面積178平方キロメートル。島の最高峰は、標高1611メートルのサオス山で、これは、エーゲ海の島々にある山の中では最高峰である。ホメーロスのジョジシイーリアスでは、ワタツミ。 ポセイドオンだこの山の山頂からトロイア戦争を見物したことになっている。サモトラキ島に人類が居住し始めたのは紀元前11世紀に遡る。島の名であるサモトラキとはトラキア地方のサモスという意味で古典期の資料では最初に入植したのはイオニア地方のサモス人とされていた。しかし発掘調査によって発見された文字資料から 最初に入植したのは、アイオリス地方の人々だったと推測されている。紀元前8世紀には、ギリシャ人が入植し始める。紀元前5世紀頃から、イニシエの神、カベーロスを祀る、ヒギ信仰が有名となり、現在サモトラキ神殿群と呼ばれている場所を、聖地として、多くの入信者が集まるようになる。紀元前508年に島はアケメネス朝、ペルシアに奪われ、 後紀元前5世紀のデロス同盟、紀元前377年の第二次会場、同盟では、アてない側に加盟した。ピリッポス2世に復従してから、紀元前168年まで、マケドニア王国が総主権を握った。伝説では、ピリッポス2世と夫人となるオリュンピアスは、カベーロスの悲儀を受けるためにサモトラキ島を訪れていた。 時に出会ったと言われ、以後桶ンの地として、アンティゴノス朝のみならず、プトレマイオスは朝からも庇護された。紀元前168年のピュドナの戦いで、アンティゴノス朝は、ローマ帝国に破れ滅亡したが、その最後の王ペルセウスは、逃避行の末にサモトラキジまで捕らえられた。サモトラキは、独立し、この状態は、紀元70年にウェスパシアヌスのローマ帝国に、 支配されるまで続いた。トロイア王家の子孫であり、ローマ建国の英雄、アエネアスの祖であるダルダノスは、サモトラキ出身であるという伝説があり、サモトラキ島は、ローマ人の関心を集めた。カベーロスの秘技に興味を持ち、多くの有力者が入信したと伝えられる。ローマの秘語のもとで、サモトラケ島は繁栄したが、2世紀末に、大地震が起き、 神域も含め甚大な被害を受けたサモトラケ島は被害から立ち直ることなく衰退していった。4世紀にテオドシウス一世が異教を全面的に禁止したことからカベーロスの悲疑も消滅してしまう。東ローマ帝国は1204年まで島を支配し、その後ベネツィア共和国がサモトラキを獲得。 1355年に時事ジ,ジェノバのガッティル・ウジ家にベネツヤが追い出されたことがある。15世紀前半にはフィレンツェの旅行家、クリストフォロ・ブオンデル・モンティア、アンコーナのキリアコスがこの地を倒査し、歴史地図や古代遺跡の記録を残している。1457年、オスマン帝国が島を征服。1821年からのギリシャ独立戦争で、住民の多くが、 対トルコ反乱に加わり、多くの人々が虐殺され、人口を減らした。1913年、バルカン戦争の結果、サモトラキは、ギリシャへ復帰した。第二次世界大戦中、短期間ブルガリアに占領された。主な産業は、漁業と観光。島の資源には、花崗岩と玄武岩がある。サモトラキ市は、 東、マケドニアトラキア地方エブロス県に属する基礎自治体である。サモトラキ市はサモトラキ島一島からなる。北西岸のカマリオティッサ港は北ギリシャのアレクサンドルーポリとカバラ島をフェリーで結ぶ。島に商業空港はない。島で最も有名な場所はカマリオティッサから東へ6キロメートルに位置するサモトラキ神殿群である。 現存する遺構の多くは4世紀以降に作られたものがほとんどだが、ピリッポス2世が紀元前340年に寄進したテメノスもしくは発見されたレリーフにちなんで踊る少女たちの聖書と呼ばれる遺構や、プトレマイオス朝の王女アルシノエ2世が紀元前280年に寄進した円形堂アルシノエイオン最終段階の秘喩を行う神殿ヒエロンの遺構などがある。 古代の都市遺跡はパレオポリと呼ばれ北岸にある。古代の城壁が残りサモトラキ神殿群同様どっしりとしたサイクロピアン様式で建てられている。エレウシスの比喩と対照的に神話の儀礼が奴隷、奴隷自由民両方の参加で行われていたという。遺跡群の北西には中世の城塞跡と紀元前3世紀前半に アンティゴノス・ゴナタスが勝利の記念として奉納した三段階線を展示した展示ホール、ネオリオンとストアの遺構がある。ここには、ギリシャ神話の女神ニケを模した、全長2.5メートルの大理石像、サモトラケのニケがあった。この像は、フランスの考古学者、シャルル・シャンポワ像によって1863年に一部が発見された。現在は、 ルーブル美術館に収蔵されている。島の見どころは他に、絵のようなホラの旧市街、いくつもの滝がある。ありがとうございます。